講演ですけども、農研機構の岩崎信介さんより、フォスフォージーを使って河川流域評価ツールを作ったというご発表になります。はい、よろしいでしょうか。画面共有をお願いします。画面共有してることになってんだけどな。まあいいよ。あれ？共有どこいしょ。いしょ。はい。いけてますでしょうか。はい、いけてます。はい、じゃあ、農研機構の岩崎でございます。職場の、顔で出ていますということになります。で、タイトルなんですけれども、フォスフォージーを使って河川流域評価ツールを作ったと書いたんですが、作ったものは同じ、変わってないですけど、別に流域評価とするとなんか流域の、なんかそのプロパティを評価するっぽいツールを作ったように思えてしまうんですが、正確には河川の流域の、土地利用を計算するツールを作ったということになります。はい、続けて、で、今日の発表こんな感じで、自己紹介して、実際のデモンストレーションを、やらせていただきたいと思っております。はい、で、自己紹介です。岩崎信介と申します。農研機構という研究所の職員をやっております。で、今回、まあ、主催の、OSGO の一応代表理事も務めさせていただいております。で、子供が2人小さくてですね、今ちょうど寝てるのか何なのか来なくてよろしいんですけれども、時々乱入しては、ビデオ会議やってるところでバンバンバンと、キーボードを叩くことが多々ありますが、その辺はご容赦していただければと思います。で、今日は仕事の方で、作成したアプリケーションについて、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、で、この仕事でやりたいことっていうのはですね、まあ、農業関係の研究所にいるということもありまして、その河川の流域、河川上の任意の地点で、そこから上流にどんな土地利用があるかということを知りたいというところです。で、まあ、例えばで言うんでしたら、例えば河川上のどこかの点でこうピッとクリックすると、そこから上流の面積とか、そこに水田がどのぐらいあるかみたいなことが分かるようにしたいと。で、特に環境に対する、水田の負荷って、やっぱりそれな、水が、河川に直接出ていってしまうというその土地利用の特性上どうしても出てくるもので、実際にその水田がどれぐらいあってどれぐらい水と作付けされているかみたいなことを知りたいというニーズがあります。で、流域、じゃあ流域ってどこ、どういうところにどんなふうにあるのということを分かる地図というのは、まあそれなりに皆さんご存知かと思うんですけれども、例えばこの、ダムマップ、川と流域地図ということで、そうした地図も、公開されていたりします。ただ、こちらの地図の方は、今これで新しい共有で、よいしょと。こちら、そのダムマップさんになるんですけれども、まあ、こういうふうな形で、流域の範囲を、見ることは可能なんですけれども、例えば、ここですね、こういったところで、ここの上流の流域ってじゃあどこにあるのというのは分からない、まあ、個別の流域の情報が分かるだけという状態になっています。あ、なんか鳴いてきた。はい、で、じゃあそういうことをしようというふうな話になったときに、じゃあ果たして日本国内に、なんかバック BGM が流れてますけど気にしないでください。データはあるのかというふうな話になって、国土数値情報というデータが、かなり整備されています。データの種類としてはさまざまなデータが整備されているんですけれども、例えばこの河川の情報なんていうのはちょっと残念なことにですね、これ霞ヶ浦のところなんですけど、このように霞ヶ浦の真ん中に1本河川の線があって、あとは全然つながっていないとか、だからここの河川はここで切れてしまうですとかね、あとはその地図を作っている時の特性なんですけれども、こういうふうにこう図画の境目のところで線がつながっていない河川データになっちゃっているなんて、まあ、そんなデータがあったりしました。で、昔はこの河川第一版を使って、グラス GIS を使って、その上流域の面積を計算するということをやりました。
で、ここではその前のバージョンのやつの、まあ、このぐらいのちっちゃな流域だったので、手動で河川をつないであげて、それを50メートルに、グラスのアイセグメンテーションかなんか使って分割してあげて、でその50メートルごとに、こういう国土数値情報の10分の1細分メッシュがどこに、水が流れていくかというのを計算してあげて、でそれをこう累積して、ここには水田が何ヘクタールありますとか、田んぼが何ヘクタールありますみたいなことをして、あるところをクリックすると、まあ、そこから上流の土地利用面積を計算するというような、ことを、まあ、グラスを使ってやりましたというところです。ところがこれだとやっぱりこの解析環境とかアルゴリズムと実装とかっていうところで、あのグラス使い慣れてる方だったらいいんだけども、グラスを使ったことのない人にこれを使って同じような分析をしてくださいねっていうことはやはり難しいと。でさらにあの実際これこういった環境影響評価みたいなことを行うのは、まあ、全国のコンサルタント会社ですとか、あの市長、あの府県、都道府県の担当者になると思うんですけれども、都道府県の担当者さんが使えるようなものを作るとなると、この第一般のデータを使っていると、じゃあ僕は全国の、河川のデータをつなぐのかと、まあ、あのそれに類することを結局今回やっていただいたんですけれども、まあ、なかなかそういうのも厳しいだろうなというふうに思いまして、この第一版のデータを使うんじゃなくて第二版のデータを使う形で、プログラムを開発しようというふうになりました。で今回、開発するものと目標としましては、河川上の任意の点から上流域の面積と土地利用算出ツールと。で、このツールを使うにあたっては特別な技能を必要としないということと、あと土地利用については、先ほど言いましたように水稲の場合特にその作付け面積、作付け率なんかも効いてくるので、そういうことが分かるようにとか、普通畑の主要な作物、国土数値情報の数値情報はですね、あの農地については、その他農用地というものしかデータがないので、まあ、それを他の、ちゃんと小麦とか、大豆とかっていったことも分かるように、まあ、ここは統計情報を使って、保管するという方向で進めることにしました。で、使用したデータは、こちらのに出ているものになります。はい。で、ここですね、河川同胞と流域メッシュと土地利用細分メッシュ使っていて、で、これデータベースを作るところでは、あのポスグレとポス GIS を作って、使ってデータベース構築してます。これ、あの、日本全国版の、細分メッシュを使っているので、とにかくデータがでかくなっちゃったので、これをポスグレを使って作りました。で、時間もちょっとないので、土地、作業フローはこんな感じですという形になります。で実際にあの作ったデータを使ってどのようなアルゴリズムで、上流域を検索しているのかというと、まず、国土数値情報ってこういった単位流域という形でデータが区切られています。で、河川のある点でクリックしたら、ここの点よりも上流の河川と、結び、紐付けられている、土地利用メッシュを選択しますという計算をします。で、実際にはこの内部でさらにその市町村ごとに安分された水稲作付け率等々を使って、ここの、水稲作付け面積とか、その他土地利用面積を算出すると。で、次に、ここの、流域よりも上流に位置する河川を、まあ、これ黄色くなってますけれども、バーッとこう、選択するというところをします。でこれを河川を選択してあげたら、その河川に紐づいている、まあ、土地利用テーブルをそれぞれ流域単位流域メッシュで作ってありますので、まあ、それを、算出して、ある点から上流の面積というのをガチャッと計算するというふうなアルゴリズムで行いました。はい、そうですね。で、あの、でこの表示するプログラムについてなんですけれども、ポスグレのデータベースを、一般のユーザーの方に作ってインストールしてもらうというのはかなり、技術的に厳しいと思ったので、ポスグレではなく、単ファイルでできるスペシャライトで、このデータベース、アプリケーションにするときは、ポスグレからスペシャライトにデータを変換してあげて、それを使ったアプリということで開発しております。で、まだ大丈夫ですね。はい、しょ、ピッと。で、どこ行った?どっか行っちゃった?これ、どっか行っちゃった?まあいいや。よいしょ。はい、少々お待ちください。共有一旦停止して、
よいしょ、共有で、こうですね、はい。これが構築したアプリケーションの、例となっております。都道府県ごとにデータベースのファイルを作っているので、各都道府県ごとにデータをダウンロードしていただいて、データを入れ替えるという形で使うことができます。で、例えば、ここでピッとやってあげますと、ここからその上流型ですね、多摩川だったら多摩川の一番下流のところから上流に向けてビーッとこうデータを、流域をこう引っ張ってこれると、まあ、スピード的にはこのぐらいのスピードで、検索できますので、もうほぼ実用的なんじゃないかなと思ってます。で、表示するデータとしては環境基準点とかいろいろありますよということと、まあ、土地利用の、ラスターのデータも表示することができるようになっています。で、算出した土地利用のデータ、ちょっとこれ、フォントのあれがあれなんですが、ちょっとここがでかくなっちゃってるんですけど、例えば他の面積としては、これ、国土数値情報は、約、0.3% なんですけれども、作付け面積ですね、実際にじゃどの程度作付けられてるっていうのは、その、転換率なんか加えられても0.1% とか、まあ、こんな感じになってたりとか、普通はだでっかい。ちょっとこの辺なんとかするといいですね。はい。まあ、いろいろと、細かい情報も出てくるようになっています。じゃ本当に、場所によって違うのというのを見ていただくのであれば、例えば、こういうところでピッとクリックしていただければ、ちゃんと、タワーないですし、森林が 98% みたいな形で、有機面積は、できるかと思います。はい。で、どこでしょう。で、共有です。はい、でもやりました。はい。で、こちらの方、GitHub の方でもソースコードを公開しております。改善点、問題点、要望等、イシュー等でお願いします。で、プログラムのライセンスは休日の API を作っているので、プログラム自体は GPL のバージョン2。データ自体、データの方は国土数値情報の非商用となっております。で、お問い合わせ等は以下のメールアドレスまでお願いしますということになります。以上です。はい、ありがとうございました。質問が、いくつか来ております。まず1点目、ジオパッケージではなく、パーシャルライトを利用したのはなぜでしょうか、何か理由がありますかということです。これ、開発を始めたのが実は結構古くって、もう6、7年やっている感じがします。で、それが始まったところで、出てきた。それが開発が始まった時にあったのがスペシャライトだけ、まだジオパッケージ出てきてなかったと思うので、そのせいが一番大きいかな。で、ただ SQL の、クエリーを流しているところがあるんで、それも考えるとやっぱり、スペシャライトの方がいいかなと、個人的にはちょっと思っています。はい。2点目で、IHE デルフトが最近作ったオープンソースの GIS の教材サイトにツールの使い方とかノウハウを共有できる範囲で載せてほしいですということです。はい、そこは全然問題、これ誰が GIS オープンコースウェア東大さんかと思ったんですけど、ハイドラアプリケーション、日本国内限定のデータにはなっちゃうんですけれども、はい、それで、当然私としてはウェルカムですので、ぜひコンタクトを取っていただければと思います。今、これ、すごいな。はい、初めて。どなたかわからないですけど。うん、もう1点目、アプリは日本語だけでしょうか。結構海外でも活躍できそうですが、ですね、日本、今のところ日本語だけになります。で、アプリケーションの同じデータを作れれば海外でも作れると思うんですけれども、同じようなデータを海外で作るのが結構大変なのかなと。で、先ほども言ったように国土数値情報をそのまま使っているので、もしかすると海外で、展開するのであれば、海外展開向けに、別のことを考えた方がいいんじゃないかなというのは正直な意見としてあります。はい、でもう1点、右側の UI などは休日のものがそのまま使えるのでしょうか、休日を部分として使っているのでしょうかという質問です。
そうですね。基本的にはその休日の、API、アプリケーションプログラミングインターフェースというやつを使ってやっています。まあ、つまり、まあ、休日のものを、まあ、完全にそのまま自由に使えるというわけではないんですけれども、ある程度は休日のものを、まあ、そのまま使える形で行っているという感じになっています。はい、ありそうがですとうごね。ざいます。このところとか。はい。ちょっと僕から、多分聞き逃しか勘違いかわからないですけど、ポチッとする場所って任意の場所になるんでしたっけ？河川上の任意の場所です。例えば河川、ここだったらここですし、ここだったらここです。で、河川から遠く離れたところでは、ちょっと小さく出てますけど、解析範囲外と出る感じ。なるほど、なるほど。で、説明ちょっと抜けましたけど、ここクリックすると CSV でエキスポートすることもできますし、よいしょ。あ、止まった。もしくは、CSV ファイルを、読み込んであげて、まとめてやることもできます。はい。流域の河川の任意の場所を通るのと、のその上流ですけど、そのなんか流域の末端のことではないって感じですか？なんですかね。流域の末端じゃなくて、河川上の、任意のところから一応上流というふうにはなってます。ただ、ここから上の上流域ってどこよっていうのは、かなり粗い計算、10分の1対分メッシュから一番近いところに、そこからの排水は流れ込むよという仮定で計算しているので、実際の水路ですとか、河川の様子を完全に反映したものではありません。ただ、大雑把に見て、こんな感じかなということはつかめるという程度の精度であるというふうに考えていただければと思います。ありがとうございます。あとは、作付け面積のデータソースみたいのはちょっと聞き逃しちゃったのかもしれないですけど、そどれういう。はちょっと、ざっくり省いちゃったんですけど、農林水産統計と、世界農業センサス使ってます。で、今、作付け面積って実は統計データがなくなっちゃったので、収量を、作付け面積に読み替えてやっているっていう、まあ、いくつか仮定が入っているデータになってます。はい、ありがとうございました。はい、で、それでは、岩崎さん、どうも、ご発表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。